あ、これです。おい、聞けよ。分かったか？おい、触ってんじゃねえぞ、俺！おい！てめえ、いい加減にしろ、こら！おい！あ、ヒロミか、どこだ？ほら、足ポッキー。これ推薦の人が紹介する方がいいんじゃないかな。じゃあ一人ずつ行きます。村田推薦、はい、うちの息子の横浜喧嘩自慢の時に出てて、黒石くんにスター性が誰がどう見ても勝ってたんですけど、黒石くんにスター性がないって落とされたんで、ちょっと今回スター性が一番あるヒロ美川さんに絡んできてって言ったんで、ぜひ試合受けてくれな。まあスパーリングしてくれる人がいれば。ガチ親子。ガチ親子。おお。親子。そうです。親子です。赤いパンツで横浜で戦ってたもん。そうです。気まずい、気まずい。喧嘩してもらえたらレジェンド。スター性ちょっと化けてもらいたいんで。誰でもいい。スパーリングで。大きいね。ぜひやってお願いします、うん、では最初のグループの皆さんお入りください。お前前のオーディションの時と俺とやるって言ったじゃないですか。おい、何トニーってやつやってんの。仕方してんじゃねえ。あれいいね。やるならやるぞ。いいね。お前がやるって言ったじゃないのか。天のオーディションの時にカットされたんですけど、あいつ俺のこと蹴ってきたんですよ。俺が自己紹介してる最中に割り込んできて。まあ一旦自己紹介してもらえますか。ラッパーの先です。喧嘩で4対1で勝ったこともあります。ストリートで行ってきました。ラッパーだよ。このラッパーに負けてんすよね。あ、だったらお前俺でいいや。ほら、喧嘩の仕方教えてよ。こいつマジムカつくと思ってパパパパーンって殴って、で、それで朝倉未来さんにジャストリランゴジンとスパーリング決定でって言われて、お前これ勝ったらお前取るからなー言って、おーおーやばい、どうかどうかどうかで、やらなかったんですよ。逃げ弱いやつと試合してふざけんなって話じゃないですか。したい、ただ単に手出されてるから舐めてんのって話じゃん。普通にお前覚えてねえのか、スリランカ人 KO したじゃないか俺。イエーイ。何言ってるやな。こっちは堂々と待ってんのにや。殴ることしかできんのか。喧嘩だろうね。だってやろうぜ今からなあ。おいこれ、それだけどうぞ。じゃあどうっす。喧嘩順は100人企画ベスト8松本っす。正直俺マジ喧嘩しに来たんで、ここに格闘技しに来たんじゃないんすよ。一つだけ言えるのは、あれ俺よりでっけえやつと戦いですね。じゃあこん中だと、こん中だと体重合わなくてもいいっすか。俺ヒロミカワさんとやりたいっすね。お前ダメに言うでしょ。サイコパスかね。お前ヒロミカワさん、サイコパスなんだよ。目がやばいんだよ。ヒーローちゃん。何やあいつ。あいつあいつガチのサイコパスなんだよ。あいつやばいぞ。あいつやばいっすよ。ちょっと親近感覚える。一旦頑張って座ろうか。一回戻れる席に。一回頑張って座ろう。大丈夫？よし。一回落ち着いて、一回落ち着いて、一回落ち着いて。おーい。やべえ、来てこれ。あいつ頭いかれてるから本当に。よし、じゃあ次の方だ。小沢武輝です。今回ここに来たのは、格闘家として有名になって稼ぎたいっていうのと、あとお母さんが一人で頑張って家庭を支えてくれてるんで、まあ、僕は体を張って。お前じゃねえんだよここは。おめえ聞くしかじゃ今から僕は。あ？松本。松本。
地獄地獄絵図だ。松本やべえな。松本目がいかれてるやん。ちょっと一回落ち着ける。おっし一応なんかお医者さんの薬とか服用してない。お医者さんのお薬とかは服用してない。そうっすね、はい、ナチュラル入ってやつっす。おっし最高は誰かとやりたい人。俺は全員やりたいっすけど。いやでも今やられたんで俺こいつやりたいっす。やるか。やるべ。おい。あお前な今右のっついたのが顔面入ってたでマジで。お前よう止めたわ俺。めちゃくちゃ入るやん。お前いやあいつ結構強い。あ、ほんますか。あいつ結構強い。あ、じゃあ僕やっていいですか。体重差がちょっとあるから絶対違うな。サイコと一回スパーリングしてもらえます。そこできる。あ、俺ですか。あ、やります。じゃあ今、じゃあ準備します。ありがとうございます。はい。おます。今日は、シュタリオが連れてきました。こんにちは、ライジン出てるスダリツヨシです。そうですね、去年の4月ぐらいですかね、ぐらいからまあちょっとアンポとは、まあ、SNS でちょっといろいろやり合っててやり方がちょっと、まあ、度が過ぎてるっていうか、まあ、正直ちょっと、まあ、けじめつけたいなと思って今日来させてもらいました。よろしくお願いします。スダリをぜひここに呼んでもらえないですか。ブレイキングダウンの舞台に。まあでも試合もし決まるだったらめちゃめちゃ面白いですね。はい、だからニワトリが豚を芝居だろうかなと思ってるんで、まあ体重違くてもやってやるっていうふうに、まあ、その当時は言ってたんで、ちょっと話しようよ。トーキングしようよ。トーキング、トーキング、うん、目見たいわ。目見して。確かにな、うん、俺 MMA バカにした最初、うん、ライジン行った時、うん、うん、ほんでその時に俺 MMA バカにして、うん、で俺ゴミソが MMA やることになって3週間で MMA に挑戦した。で俺 MMA ファイターもすごく分かった。でその結果俺は今 MMA をバカにしてない、うん、で MMA ファイターに対してリスペクトを持ってる、うん、でそれでそれを踏まえて今日ここに来て俺に何を伝えたかったかも教えて。別に伝えたことは何もないけど、ただお前っちゃだけだから。あ、そうなんや、うん、あ、それを踏まえても、うん、お前、豚ゴラ、お前っぽいから聞いてみたよ。お前、同い年として情けないじゃん、これ。いや、お前な、ちょっと待ってくれ、これ。もうやばかった。もうジョリー、ええか、こいつに話したし。お前、ほんとに、ジョリー、お前話したし。お前、やるな。ジョリー、ジョリー、話したし。いや、ルキャン君、ちょっと言うだけ言わせてくれ。お前、やると思う。言うだけ言わせてくれ。調子もんだよ、こいつ。お前、黙れ、お前が。お前が調子もんだよ、お前、これら。おい、あ、いつ会ったんじゃ、俺ら。喧嘩すんの。いつお前と会ったんじゃ。俺と話した。お前のな、おい、聞け、俺ら。俺は暴力とか嫌いやから、ちょっと一回聞いて、暴力とか嫌いやからな、水とか、な、そういうのにしたって、優しく、マイルドに、いいや、後ろからな、その気持ちで言っちゃうから、大きな、戻ろうか、おい、俺、首絞めたくない、おら、よいしょ、ちょっと黙らせてもらっていいですか。じゃあ、そこはちょっと椅子置いて、向かい合いで、すでにやんのかって、どうかやん、座って話しよう、それで、試合するやん、試合したらええやん。
調子乗るよ、てめえケツ飛んだこの野郎。おいおい、てめえケツ飛んだこの野郎。いいよいいよ、大丈夫大丈夫。あ？ケツ飛んぞってなんやろ。ダサくないお前それ言うん。全然お前格闘家じゃないんだ。あと 俺は、うん、お前に YouTube とかなんちゃらいろいろで晒されたから、うん、お前が喧嘩ってきたからじゃない、うん、俺晒してねえじゃん。え、どういうこと晒してないじゃん。え、これどっちが正しいと思うんですか、格闘家として。だってスパーリングじゃん。意見聞かせてくださいよ。俺、襲撃じゃない。俺ね、俺喋って待ってな、うん、どっちが正しいと思うんですか、格闘家として。俺は MMA のことをバカにしました、確かに。でも俺は今 MMA のことをバカにしないです。尊敬もします、リスペクトもします。その上で今こうしてまだ因縁を持ってるっていうから俺はここに来ました。うん、まあ俺別に、いや、お前言ったらそれ、いや、最初事の発端はそうや。せやけど別に俺それに関してはもう正直どうでもよくて、お前が喧嘩売ってきたことに関して俺勝ってるから。だからこんな話どうでもいい、もうほんまに。だけどお前、俺は今どう思ってるんか謝りたいって言ったら、今はどう思ってるかが大事じゃん。どう思ってるか、あの時のあの記事。いや、俺と試合がしたいんか、それとも外でしばきたいんか。だから試合したいけどできないから。いや、じゃあどうすんの、言ってもらっていいじゃん。え、じゃあどうすんの、なんでできないんですか。いや、なんでできないんですか、こっちの問題できて、さ、俺らライジンの問題だから。その試合できないっていうのは、そのファイトマネーの問題ですか。ファイトマネーももうっていうか、まあそれもそうなんだけど、それよりも今契約の問題なんで。契約の問題は別に多分僕が榊原さんに言えば出れると思う。言えるんだったら言ってもらっていいですか。要するにブレイキングダウンに出ていいか聞けばいいですか、僕が。じゃあ一回聞いてもらいましょう。いいじゃないですか、三栗さんのせいって言ってるんで。じゃあそれで、はい、その場合ってこのルールでやってくれるんですか、1分。あ、いいですよ、全然。うん、ブレイキングダウンルールで OK です。ただグローブだけは変えてほしいです。素手とは言わないんで。あのライジングローブとか。うん、薄いやつがいいです。うん、別にいいよ、別にいいよ。別に無差別、体重なしで、無差別で、うん、一時減量するつもりもないんで。分かってる、俺も別に減量しなんか思ってない体重なんか関係ないと思ってる。まあ結論、俺は男として引かれへん戦いがあるから、あの戦うやったら戦うから、その時はやろうよ、それでいいやん、うん、な、それでもうけじめでいいやん、それでスッキリしようよ、ただ、うん、うん、やろう。もうグータッチする気な。なんで、あ、じゃあいいわ、別にやらんで。一応試合決定処分で、もし許可下りなかったらなしになるんですけど、はい、そうですよ、うん、やろう。楽しみにしてるわ。当たり前じゃん。うん、やろうな。え、アンポルキアのいとこの。アンポソラです。で、俺は岡山の田舎から出てきて、ここ東京で。喋り方似てるね、声もちょっと似てるね。成功するために来ました。で、俺はやりたい相手が大阪喧嘩自慢のあのリキ。お前とやりたいの思ったんだけど、どう。誰。無限ちゃんいとこ。お前やろうや。気合入ってるの、お前。もう気合入ってる。ちょ、お前見て、気が思んないね。何が喧嘩自慢なんでもないね、お前みたいな。喧嘩自慢関係ない、俺チーズ上がったのに。まず俺だろ、ゴミ屋が。まずゴミ屋が勝ってたのに。いや、もうやろうや。いや、喧嘩だから。もうやろうや、お前。お前の相手は俺だろ。お前の相手は俺だろ。お前さ、絡んできたな、お前も。これお前よ、なあ、余計なことするとかだ。なあ、いいね、いいね、リキ。ええか、ええか、ええか、お前やろうや。お前やろうや。2人、2人、おい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 、あいつ、おい、俺やられたからやりだしとんねん。おいおい、やがってこいんわ、あれ。おい、お前やめとったらあかんぞ、これ。お前気合入っとるな、やろうや。おい、やろうや。おい、やろうや。やろうや。お前、ええよ。メカとルキアのいいとこでいいじゃん。メカとルキアのいいとこでよくないですか。ねえ。うわ、楽しいわ、ブレイキングだ。おい、俺がなかったんじゃん。マジで楽しいよ。おい、やろうや。やろうや。なあ。おい。メカ君、やろうや。そこじゃ試合決定します。格闘技やってるんすか。格闘技今ルキア兄ちゃんと一緒に教えてもらっとるっすね。メカ君強いぞ、こっちのやつ強いぞ。おお前出るだよ、ほんとルール試合もできんから。頑張るよ。ルール何でもいいやん。10名でやるやん。10名でやるか。何でもいいだろ。嬉しいわ。嬉しいわ。楽しみや。楽しみや。楽しみや。あそこの血筋やばいやつしかいない。ミクルさん、ちょっとそろそろいいですか。僕もう相手いなさそうなんで、こっちの俺とやりたいやつだともう決めていきたいなと思ってるんですけど、俺とやりたいやつとりあえずちょっと前来て。誰来てやるやん。はい、他いないの。富澤って吉木丸いないの。いない。
お前も俺とやりたいってことでいいよな。今俺とやりたいやつ呼んでんだけど。俺でも確実にお前より強いの分かったんで。いやいや、そんなことない。お前、俺の方が強いから。どうする？やりたくないやついいよ、こうやって。お前と別にそんな興味ないねんけどな。じゃあいいよ。お前はどうすんの？吉木丸くんとさ、村田さん、ちょっと力さんと料理君も、ごめんなさい。ちょっと先言ってもらっていいかな。いや、怪我したの自分じゃん。そんでさ、横入りすんのはねえだろ。いや、散々笑ってたからさ。いや、関係ねえから、こっち順番待ってんじゃん。かついてください。俺が倒した後、沈めてくんない？いや、俺ベルトにしか興味ねえから、うん、で、お前散々俺に興味ないって言ってっけど、どうすんだ、やりてえのか俺と。いや、お前には悪いけど、全然興味ない。じゃあどっか行けよ、お前も、うん、お前さ、興味ねえよ、お前も。ベルト取らないで俺にさ、喧嘩ってくるっつってなかった？どういうこと？お前ベルト取っても受け取らないで俺に喧嘩、うん、ミクルさんに巻いてもらったら嬉しくなって、まあ、欲しくなっちゃっただけ。カッコ悪い真似してんじゃん。カッコ悪くねえだろ別に、勝ってんだから。おめえだよカッコ悪いの。どこがおめえのカッコいいんだ、お前の。なあ、お前のどこがカッコいいんだよ。なあ、お前がトーナメント勝手にケツ割ってんじゃねえかよ。それでお前横やりで今入ってきてんだろ。なあ、やりてえならやりてえってお願いしろ、てめえから。できんのかよこれは。できんのか。どうすればいいんですか。俺はもうこいつがやらないんだったら帰りますよ。やらないじゃなくて、俺はお前に聞いてんだよ。お前がやらないんだったら帰るよ俺だって。どっか行けだったらお前、みんな並んでんだよ。お前は今日どうしてんだよ。俺はどうして、俺はずっと言ってんだろ、お前はやるって言ってんだろな。俺はずっとお前とやるって言ってんだよ。お前がすかしてんだろ。じゃあやろうぜ。お前がやりたいかどうか聞いてんだよな。俺がチャンピオンだよ、バカか、お前な。俺がチャンピオンだよ。分かってる。ごちゃごちゃうるせえよ、お前。ごちゃごちゃうるせえじゃなくて、俺がチャンピオン。お前が挑戦者だ、勘違いすんな。分かったか、分かったか。ごめんね、ちょっと皆さん、おい、聞けよ、分かったか。おい、触ってんじゃねえぞ、俺。おい、てめえいい加減にしろ、こら。俺がチャンピオン。おい、てめえ、お前が勘違いしてんだよ。おい、な、俺がチャンピオンだよ、分かってんのか。分かってんな、分かってっか。分かった、もう二度とそのでけえ口聞かせない。うるせえんだよ、だからお前が挑戦したいって言えよ。な、やりてんだろ、お前がやりてんだろ。な、聞けっつってんだよ、お前。おい、てめえ、いちいち触ってんじゃねえ。俺がチャンピオン、勘違いすんだよ、お前。な、みくるさん、みそぐさん、すいません、ちょっと決まりでお願いします。もうイラつきそうなんで、ほんとに帰っていいですか。本当にちょっとマジでムカついてるんで。お前が勘違いしてんだ、バンダムの皆さん。もうマジでお前が勘違いしてんだぞ。な、申し訳ない。お前が勘違いしてんだっつってんだろ。おい、お前、あーマジでムカついてた。どうしよう、やべえな。やるかじゃん、今やるか、今やるか。もういいっすか。まあ決定しましょう。ここは過去のストーリーもあるんで。あれどうしたんすか。僕、まあみんな知ってると思うんですけど、揉め事は基本的に嫌いなんで、したくないんですけど、ただ、嘘つきはめちゃくちゃ好きじゃなくて、で、今ひな壇に座ってる一人が俺についてめちゃくちゃ嘘ついてて、俺が逃げただとか、お前から逃げただとか知るか、そんな逃げるわけないだろ。はじめ、ポーランドとやるって話だったんですけど、ポーランドが首痛い言うて寝てるみたいなんで、俺とはやられへんのに他の誰かとはやれるみたいな、だいぶメスみたいなこと言うてるんで。そう、連絡来た、ポーランドとやるの、うん、ちょっと俺には来てないぜ。はい、謝れ。ごめん、いつもこうねすかしてて、いやごめんって、うん、そう、影響力ね今もうついてるから、ね、嘘つくのね良くないよ。ごめんね。で、多分ね、もう僕はもうぶっちゃけあんまもう相手おらへんすよ、もうブレイキングダウン今だと。だからもう彼しかおらへんなって思ったんで、ででかいし、こいつね、ワンで一回倒されてるんですよ、外人に。だからその気持ちをちょっともう一回。いや全然いらない。いらない、いらない、うんうん、じゃあ誰とやるの。マジ俺とやるか、ポランダな。もう一回やりたいな。もういいじゃん、もう一回やりたい。俺とやるや、もう一回やりたい。もう一回やりたい。俺とやるや。あ、おせんろ、うん、ブラジル逃げないの。いい、殴ってみろ。いいや、殴ってみろ。はい、こんなパンチもらったら何も効かへん、何も効かへん。殴ってみろ、殴ってみろ、殴ってみろ、殴ってみろ。当たってねえよ、俺たくすら来い。おい、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 ただろや。俺はどうや、俺はどうや。呼べんだよな、呼べんだよ、てめえ。
カズが。まあこの中で一番強そうなサトルさん、うん、まあ見た目で言ったら一番強そうやってやりたかったんですけど、そのテル君が俺とやりたいっていうのは俺ら輝いて見えてるってことだな。まあぶっちゃけ花あるじゃないですか。うん、まあ俺は逃げも隠れもしねえよ、安心しな。いいね、うん。ブレイキングダウン7前日記者会見第4部に移ります。テル君の対戦相手のサトル選手が来てなくて、でなんか YouTube でなんか襲撃されてましたみたいなその動画を出してるんですけど、何者かに襲撃された。運営に一切連絡も取れてない状態なので、多分欠場になります。はい、わかりました。お呼びじゃねえんで、お呼びじゃねえんで、お前どないすんだ。てめえ、ほっといてやめ顔してな。どないすんだ、どないすんだ、これ。あなた生きるんか、お前。なあ。ほら、丸になるよってよ。なあ、お前どないすんじゃ、これ。なあ。お前、ポーランドよりこっちやろ、先にやることあるやろ。なあ。出るよ。なあ。これな。こいついいっすよ、やりますよ。二人は前流れてるんで、お前やって次ポロンやってるからな。いや、お前約束絶対やるからな、お前絶対やるからな、お前次負けんの。いや、なんで俺から言わなあかんのかな。まずこっちやるのが筋やろ。ちゃんと一個一個片付けなあかんことがあんねんぞと、嫌なことから逃げずに僕が男として道を楽します。はい、ドドギャンされてるわけだから俺だったらぶっ飛ばしてるけど、それをしてくれんだからそれまでの玉ってことで、ここでお前が勝てば喜ぶやつが多いんだろうけど、もうそうなんねえから。出てこいよ、サトル君。次出てこいよ、サトル君。思ったらもうねえぞ、来いよ、俺。サトル君絶対やるから。サトル君、いや、こいつ俺先やるから。まあいいよ、いいよ、それでいいっしょ。うん。左蹴りしかできないでしょ。だろう。ああ、あ、これです。おお、左の蹴りしかできへんねや。もう一回来い。あ、もう一回来い。この野郎仕上げてる。